ワディーカップこんにちは、のぶーです。今日は10月の2日の水曜日です。ということで、10月も2日経ちましたが、消費税10%に上がってしまいました。まあ、肩を落としててもしょうがないんで、前へ進んでいきたいと思いますが、この10%上がったのに伴って、まあ今までもよくお話していた、キャッシュレス還元事業が10月からスタートしました。 来年の6月ままで継続されます、まあ、オリンピック前までですね。なので、キャッシュレス還元事業について、おさらいとちょっと注意したいことがあるので、その辺お話したいと思います。ということで、こちら、キャッシュレス還元事業のホームページですが、簡単におさらいしておくと、小さなお店ですね、小規模事業者のお店で5、5%キャッシュレスを使うと還元されます。 あとコンビニとかフランチャイズコンビニガソリンスタンドですねそういったところでは2%還元が受けれますなんですがコンビニとかガソリンスタンドもそうだと思うんですが基本的に直営店ではそういったキャッシュレスを受けれないのでキャッシュレスを受けれないじゃないですねキャッシュレス還元事業を受けれないのでその点注意が必要ですこちらファミリーマーーーマトのホームページなんですが キャッシュレスを受けれるお店では、さっき言ったこちらのシールが貼られているようです。なので、こちらのシールがないお店は、キャッシュレスが受けれない。さっきから間違ってます。キャッシュレスじゃないですね。キャッシュバックが受けれないので注意してください。その辺が注意。その1っていう感じですね。小さいお店でも、こちら申請していないと、 キャッシュバックを受けれないのでその点も注意が必要です基本的にこのシールを目指していくのがありだと思いますがキャッシュレスを使えるようにしている小さなお店だと申請していることが多いと思うので是非お店に聞いてみてくださいなんですが結構ですねまあ国が遅いのかキャッシュレス還元事業者が遅いのか相当バタバタしているのか弊社もですね ペイペイ、ラインペイ、あとエア p ペイのクレジットカードなども申請しているんですが、申請が下りたのがペイペイだけです。ラインペイ、エア p ペイはまだ申請が下りてません。なので、弊社でもですね、ペイペイの利用者だけは5%キャッシュバック受けれるんですが、まだその他の方は受けれないので、残念ながら申し訳ないですが、もうちょっとお待ちくださいっていう状態になってます。 なのでそういったこともあるのでご注意ください基本的にこのホームページの使えるお店を探すっていうリンク先で探すことができますこちらでこのように表示されるんですが注意その2ですねててが表示されていませんまず1つうちの会社のあるところなんですがその下にある g w e ブカフェさんは PayPay で決済コード PayPay で キャッシュバックが受けれるという還元事業対象のお店だと載ってるんですが残念ながらうちのこのビルの中 GWave さんしか載ってませんでその他ですねこの事務所の目の前にユニオンさんあるんですがユニオンさんもユニカードで使えるはずなんですがユニオンさん内にあるコインランドリーとあとファミリーマートが出てますねこういった形でユニオンさんもまだ表示されてませんかなりこの表示が遅れてるみたいです 実際に使えるところも表示されてないっていうのも一つです注意が必要なのは表示されてないけど使えるところもあったり実際にキャッシュレスが使えるけどまだ還元事業の申請が折り切ってなかったりするので使えないっていうところもあるのでそのあたり注意が必要ですホームページもあるんですがアプリもありますアプリも基本的に同じような感じで地図上に表示されます なんですが、載っている情報は同じなので、全部載ってません。このアプリ、全然、絞り込みができないんですね、今のところ。なので、めちゃめちゃ使いづらいです。あともう一つ、これ見てわかるように、コンベンションセンターの三栄さんなんですが、同じところにやたらと、こう、いっぱい、丸がいっぱいあって、丸じゃないか、なんていうんですよ、このフラグがいっぱい立っていて、わけわからないです。 こういったところも注意が必要です。決済によって1つのフラグが立ってたりすることもあるんで、そのあたりも注意が必要です。この辺にローソンさんも表示の仕方がいろいろあるんですけど、ローソン、LINEPay だけで表示されてたりするんですね。そのあたりもすごい注意が必要です。実際にやっぱりお店でちょっと確認するのが一番ベストかなと思います。ユニオンさんと金秀さんんとに関しては 後ほどと詳しくやっていきたいなと思うので、またそちらの動画もお楽しみください。一つ、沖縄でポイントとしてお話ししておきたいのが、スーパー、日常生活で一番お買い物するって言ったらスーパーなのかなと思いながら、スーパーのお話をさせていただくと、キャッシュレス還元事業、キャッシュバックを受けれるスーパーっていうのが二つです。ユニオンさんと金秀 この2つだけです。まあ、ユニオンはユニカー、金秀は金秀でで使えるキャッシュレスのいろんなクレジットとかですね、が対象になってきます。そして注意するのが、あともう一つ。キャッシュレスって、帰、まあ、ってくる方法がいろいろあると思うんですけど、まあ、今まで使っていた QR コード、今まで使っていたというか、今までも戻ってきていた QR コードとかは、まあ、今までの同じような方法で戻ってきます。ペイペイですと、まあ、2ヶ月後とかに戻ってくるような感じになります。 なんですが、今までそういったキャッシュバックと行っていなかったクレジットカード、こういったカード類ですね。カード類はそれぞれのカード会社によってキャッシュバックをする方法が異なるので、そのあたり、ホームページでそれぞれ調べておいてください。使う前に調べておいた方がいいです。た、まあ、多分登録しないとダメだっていうところはないと思うんですけど。 登録しないと帰ってこないっていうところはあったので注意してください実はそれがこの JAL カードですちょっとこの3つのカードについてちょっとだけ軽く見ていきたいと思います1つ目はこちらのお気銀 JCB デビットカードこちらは2万円以上使うと20%に相当する4000円分がキャッシュバックされるっていうので作りましたあと実は2万円ってあと500円ぐらいで到達するんですけど それに合わせてあともうちょっと使うと思います使う場所はまだ決まってないんでわからないんですがもし使う場所が消費者還元事業の対象であればプラスあと5%も戻ってくるのでそのプラス5%がどうやって返ってくるのかをちょっと確認しましたこちらがお気ぎんさんのホームページなんですがお気ぎんさんのホームページで基本的にキャッシュレス還元事業がどういった形でお気ぎんで発行しているクレジットなどがどうやって返ってくるか書いてあります。 付与ポイントはこちらなんですがポイントの有効期限とかも書いてます一番重要な還元方法ですねこちらの JCB デビットカードとかはあんまり気にする必要なさそうです還元方法としてはデビットカードは利用額に対するポイント相当額を登録口座に後日振り込みしますなので普通に振り込まれますしかも還元のタイミングも決済日から約1週間程度なので1週間ぐらいすると その還元分口座に振り込まれるので1週間ぐらいは20%先払いしてますけどすぐ返ってくる感じですねピプ a とかのクレジットカード関係も基本的にカード利用代金からポイント相当額を減額した金額を請求するっていうことなので請求される時点で20%じゃない請求される時点で5%ですね 5%引かれて請求されるので、あまり気にすることないと思います。で、あとそれぞれですね、還元の上限も決まってるので、ここも注意必要です。月額1万5千円までです。5%が1万5千円なので、相当使わないと上限達しないと思いますが、一応注意は必要です。これが一つ目、お気銀 JCB デビットカードですね。二つ目、こちら、空地下カードって呼ばれるやつですね。 結構リクマイラーリクでマイルを貯める人にアナマイルを貯める人には御用達のクレジットカードですが今 JCB カードをクイックペイで使うと20%還元っていうのがまだ12月15日まで続いてますなのでこちらの空地チカ,カードはまだ12月15日まで結構使うと思うのでどういった還元が キャッシュレス還元事業で行われているのかっていうのをちょっと確認しましたこちらがそのアナカードの場合の還元事業についての説明のホームページですそれぞれのカードによって違うみたいなのでお持ちのカードを確認してみてください僕の場合はこのソラチカカードこちら確認すると最大5%が還元されます今回調べることで重要なのはこの還元方法ですね JCB クレジットカードの場合はご利用額の還元率を掛け合わせた値をポイントとして認定1ポイント1円として計算して金融機関の口座からお振り替し時に相殺しますっていうことなのでさっきの置き銀と同じですね基本的に支払う時銀行から引き落とされる時にすでに相殺されたものが引き落とされるので こちらもあまり気にする必要はありません。なんですが、気にしておいてくれって言ったのは、僕が普段メインで使っている JAL カードが気にしなきゃいけなかったので、ぜひ気にしてくださいって言ってます。最後に、こちらの JAL カード。こちらのお話しさせていただきたいと思います。こちらが JAL カードのご利用時のキャッシュレス還元事業についてっていうことで、 こちらもそれぞれのホームページ、それぞれのカード会社によってホームページが違うので、こちらで確認していきます。僕の場合は JAL ビザカードなので、こちら JAL ビザカードを確認します。10月からキャッシュレス決済で最大5%還元スタートということに載ってますが、一番重要なのはこの還元方法ですね。こちらまたブランドによって違います。めんどくさいですね。 僕のやつは DC カードです。なので DC カードを押します。お持ちのカードのポイントやマイルはどちらっていうことで JAL カードなのでこのポイントやマイルは違うものです。こちらの場合は通常ポイントはカードに応じてマイルとかが普通につきます。今まで使っていたのと変わりません。キャッシュレス還元ポイントとしてプラスで5%分つきます。 なので、マイルは普通について5%返ってくるので結構お得だと思います。なんですが、キャッシュです。還元ポイント交換手続きよっていうことで、やってよって書いてます。これがめんどくさいんですね。ウェブ限定でこの手続きをする必要があります。 ジャルカードでキャッシュレス決済事業を受ける場合は本当に注意が必要ですしかもこの交換先が決まっていて Amazon ギフト券ナコギフトワオンポイント ID エディギフト ID Apple Store Google Pay ネットキャッシュとかっていう形で今現在みたいなんですけどこちらしか交換ができませんこの還元されるのはまだ先なんですが専用のサイトが12月に立ち上がるそうです そこで交換する形になるみたいです。JAL カードの方は本当に注意が必要なので、ぜひ確認してみてください。ということで、皆さんどうでしょうかぜひ皆さんが使うキャッシュレスのクレジットカードとかは確認してください。それぞれ会社によって還元方法が違ったりするみたいなので注意が必要です。JAL カードキャッシュレス還元事業とかってググったりすると大体出てくるので、 そういいった形で探してみてみください今3枚のカードをご説明しましたけど他のカードも使うこともあると思うのでそれぞれカードによって還元方法、まあ、今後も調べていきたいなと思いますもし本当に注意が必要なものがあればまた今後もどんどんお知らせしようと思うので そちらも確認してみてみください先ほどもお話しましたけど沖縄でスーパーで使えるキャッシュレス還元事業を対象のお店になっているユニオンさんとカネヒさんそれぞれ注意ポイントとか実際にお買い物行ったりして確認したいと思うので是非そちらも動画楽しみにしておいてくださいそれではありがとうございましたもしよかったらチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします それで,ではさようならサワリーカバイバーイ。